三藤さん。どうでした？三藤さんが中学校の時にやっておけばよかったことって何かありますか？おう、あるある。中学校の時に絶対やっておきたかったことを3つを今からあげるね。まず1つ目がプロテインを飲む。2つ目がウェイト。3つ目が累間全力スロー。この3つが挙げられるかな。今から自分がやってもプロ野球選手になれますか？それはちょっと無理かもしれないね。けど、ちょっとやってみるか。